視覚障害者が一人でポッドキャストを始めてみた立花龍之介ラジオ。皆さんこんにちは、立花龍之介です。視覚障害者、独居老人、アラセブの私が一人でポッドキャストを始めてみました。どうぞよろしくお願い申し上げます。はい、高橋竹山物語並びに三味線のお話その3でございます。ちょっと訂正がございます。高橋竹山さんお生まれになったのは1910年だそうです。1911年と申し上げたようです。訂正してお詫び申し上げます。さて今回から三味線のお話をいたします。まあ三味線の音聞いたことない人というのはそんなにいないとは思うんです。でどんな楽器かと言いますとね、ギターとかバンジョーとかね、琵琶とかそういったものと同じ弦楽器ですね。で指で弾いたり爪で弾いたり、バチという道具で弾いたりいたします。バチというのはね、イチョウの形をした、どうでしょう、長さとしては20センチとか前後の長さの硬いものでできてるやつですね。まあ最近はプラスチックなどもあるでしょうし、象牙とかね、非常に硬いもので、作られておりまして、これで弾きます。バチで弾くものとしてはもう一つ琵琶がございます。形並びに形状からお話しいたします。なんか硬いよね。はい、硬い木でできてるんですね。とてもきめ細かくて硬い木が良いとされております。まあ胴の方はですね、正方形に近い形ですかね。で角が丸まっている、そういうような形状の箱型なんですけれども、表と裏が、動物の皮になっておりまして、フレームが木ということになっております。そこにね、竿と言われる、まあギターでいうネックがついております。で弦が3本でございます。ここからね、ギターとの違いちょっといろいろと比べてみるとわかると思います。まずギターと三味線の違いの中でですね、このネック竿と言いますけれども、ここにギターの場合はフレットという金属片がございます。弦に対して直角に、このネック竿の部分にですね、まあ半分の長さのところに1本、それから、その上の方、これが12分の1にこう分かれているんですね。ですからこのフレットを押さえるというか、フレットとフレットの間を押さえると特定の音階、ドレミファソラシドのドであればドの音、ラであればラの音が出る。これがギターの特徴でございます。一方三味線の方はフレットがございません。したがってどこか任意の場所を弦を押さえるとですね、その押さえた場所の音階が出る。つまり、フリーなんですね。まあギターの場合は例えばドを押してその隣だとドとレの間、半音上がった C シャープという音が出るわけですね。でもう一つフレットを上げますと、上げるというか下げるというかね、ドの方に近寄せますとレの音、デの音が出る。まあそういう要領ですね。三味線の方はこう自由にどこでも押さえられますから、逆に難しいわけですね。レの音を出そうとしたら適切にレの場所を押さえないと出ない。
ちょっとでも上下にずれると音がずれてしまう、音階がずれてしまう、これはバイオリンも同じですね。はい、他にも違いいくつか申し上げます。まず弦ですね、ギターは6本の弦です。三味線は3本でございます。ギターの弦は、スチール製のものと、それからナイロン製っていうんですかね、まあ、合成樹脂の弦などがあります。三味線の方は基本的には絹糸だそうでございます。それから先ほど胴に、裏表皮が張ってある、動物の皮ですねが張ってあるんですが、これは、弦の音を共鳴させて大きくするためでございますが、ギターは、表面の真ん中より少し上の方ですかね、こう氷炭型の胴の真ん中より少し上の方に穴が開いておりまして、この穴の中に音を入れて共鳴させて大きくする、そういう機能になっております。それから胴とネックの関係、竿の関係が違うんですね。ギターの場合は胴に、まあ、接着してあるという感じですよね。で、フレットのある部分、竿、ネックの表面部分は竿に接着されているそのまんまの状態で、穴の近く、ホールの近くまで、こう続いているという形になります。一方三味線の方はですね、あの竿というのは、胴を貫いているんですね。で、三味線の底のところで、連結をされているね、ギターと同じかと思ったら中まで貫かれているということでございます。そしてこの動物の皮なんですけれども、もともと沖縄から渡ってきた楽器なんですが、沖縄も室町時代にですね、中国から渡ってきたようです。で、これが堺という町に入ってきまして、ここから全国に広がるわけなんです。で、改良を加えられたりしていくわけですね。で、いろいろ竿が太いもの、細いもの、胴も大きめだったり小さめだったり、いろいろな変化を遂げていくわけなんですけれども、沖縄にある頃はこの皮は、ニシキヘビの皮だったそうです。ですからジャミセンとも呼ばれるんですね。で、日本に入ってきますとね、それはニシキヘビ、パイソンの皮、手に入れるのが大変なので、猫の皮を使うようになります。ただね、最近というか近年というか、もう少し前からかもしれませんけれども、猫はやっぱりちょっと小さめなんですね。で、十分育ってないと皮が薄くてすぐ破れてしまうというような欠点もありまして、犬の皮も使うようになっております。で、猫の皮にしても犬の皮にしてもですね、国産ではなく輸入品だそうです。で、近年というか最近ではですね、まあ、合成皮革と言っていいんですかね、ドラムスなんかはほとんどプラスチック系のフィルムになってますでしょう。昔は皮だったんですけれど、そのようなものも開発はされているようです。さらに外国人向けでね、鑑賞用の三味線ということで、紙の貼ってあるものも出てきているようでございます。もう一つね、ギターと三味線の違い、この竿がですね、三味線の場合は多くの三味線は3つに分けられるんだそうです。まあ、スポンスポンと抜けるっていうような感じですかね。もちろん糸緩めて外した後ね、携帯に便利ということでしょうか。少し前にビートたけしさんが座頭市という映画を撮った時にですね、旅芸人が、まあ、カタキかなんかを探していたんですかね、確か。で、三味線の竿が、仕込みの刀になっている、そういうシーンがありましたね。
で不思議だなと思ってたんです。だってギターでね、例えばネックのところに、刃物、まあ刀であってもサーベルであっても何でもいいですけれども、仕込んでいてそこを抜こうとする、まあもちろん弦は切るしかないんでスチール弦だと大変だろうなと思いますけども、まあそれはともあれね、ネックのところにどうしても継ぎ目の筋ができてしまいますよね、すぐ見破られちゃうんじゃないのって思ってたんですが、三味線はもともと3つに分かれるようにだいたいできてるので、そうするとその継ぎ目があってもおかしくなかったんですね。知りませんでした。一つ疑問が解決いたしました。で、三味線のことでね、いろいろ調べておりましたら、ある三味線を扱うお店のサイトで出てきたんですけれども、一般的に太棹、中棹、細棹といってね、こう棹の太さによってね分類はされてるんだが、扱う業者としてはまあ千差万別、いろんなタイプがあるんで、あんまり分類しても意味がないというようなことが書かれておりました。でもまあ高橋竹山さんの津軽三味線というのは、太棹で胴も少し大きいという特徴がございます。で、叩くように弾くというのが津軽三味線の特徴だそうでございます。まあ実際に音を聞くと確かに激しいけれども非常に繊細でもありますよね。さて、この三味線というのはもともと中国にあったものが、琉球、沖縄に渡りまして、それが、日本に入ってくる境港に入ってきた、そこから全国各地に改良に改良を重ねながら普及していくわけでございます。で、三味線というのは視覚障害者と、まあ、密接な関わりがあります。八ツ橋検業の時に申し上げましたが、風が吹くと桶屋が儲かるという慣用句がある。で、このロジックを話すとみんなが、あ、なるほどと納得をするわけですから、そのロジックの内容というのは、まあ、常識的に知られていることばかりなんです。八ツ橋検業のところでも申し上げましたが、風が吹くと桶屋が儲かるという、まあ、ロジックですね。これは風が吹くと土ぼこりや砂ぼこりが舞う、人々の目に入りまして視覚障害者が増える、視覚障害者が増えると三味線を弾く人が増える、三味線の需要が上がる、三味線には猫の皮を使うので猫の数が減る、猫を天敵としているネズミが増える、ネズミは桶をかじる、桶の需要が増す、桶屋が儲かる、こういうロジック、まあこじつけであったりとか、まあどんな事柄でもつなげようと思えばつなげられるよねというような意味合いで、風が吹けば桶屋が儲かるという言葉がありますけれども、このように視覚障害者は三味線を弾くものだということは、まあ世間で常識になっていたわけです。では、この三味線というものと視覚障害者はどういう結びつきによってできたのか、そして私たちが感じるのはね、いや三味線弾く人って必ずしも視覚障害者じゃないよねという印象はありますよね。まあそのくらい庶民に広がったということもあるんですけれども、そういったことをね、まあ、三味線音楽といいますか、どういう形でね三味線という楽器が世の中に広がっていったのかというようなことも明らかにしていきたいと思いますが、古いところから話し始めますとね、つまんないでしょ多分。台本作っててね、つまんないだろうなと思ったんです。で、今回は、手前からね、つまり最近現代から過去に遡る形で、
三味線のことを語っていきたいと思います。とりあえずね、現在現代、皆さんの経験の中で三味線ってどんな時に聞く、どんな時に三味線使われてる、ちょっと想像していただけると嬉しいです。後半に続きます。はい、三味線のお話後半でございます。と言っても次回に続くんですけどね。はい、そういえば三味線の音ってどう表現されるかっていうと、まあペンペングサっていう言葉ありますように、ペンペンっていう音しますよね。あのペンペングサっていうのはナズナの別名ですかね。確か葉っぱの形が三味線のバチに似てるからペンペングサっていうんだそうですけどね。はい、ペンペンっていう音以外にベンベンっていう音もオノマトペとして使われますよね。でこのベンベンとかビンビンっていう聞こえるような音、あれはね第一弦、つまり一番手前の3本のうちの一番手前の太い弦ですね。あれをオープンフレーム、つまりどこも押さえないで弾いた時に、少し竿に当たってベンベンという音がするようにわざと作ってあるんだそうです。ですからオープンフレームの時だけねベンベンっていう音がするのだそうでございます。さて考えていただきたかったんですが、どんな場面で三味線という音を聞くか。まず最初はね、まあ演歌ですよね。歌謡曲、特に演歌で三味線、伴奏楽器として結構使われてますね。まあ間違いなく使われているのは高橋竹山さんをモデルにした風雪流れ旅、北島三郎さんの歌ですね。ここでは 100% 津軽三味線伴奏に使われていると思います。それ以外ですとね、まあ歌謡曲で三味線使うって演歌の場合そこそこ多いじゃないですか。その中でもあの津軽地方を題材にした歌ですと津軽三味線使われますね。はい、それから永山陽子さんという女性の演歌歌手の方いらっしゃいます。大変お綺麗な方ですね。デビューの頃はね、アイドルでポップス歌われてたんですけども、もともと民謡が得意な方で、はい、後に演歌に転向しましてね、いくつかのヒットを持っておられるんですが、この方の楽曲の中で何曲かこう三味線をねご自身でこう弾きながら歌うという楽曲ございましたね。でこの永山陽子さんは津軽三味線の師範なのかな、はい、とてもお上手な方だそうでございます。それ以外でね、三味線を使った音楽、私一番好きなのは、石川さゆりさんという演歌歌手の方、超有名ですよね。津軽海峡冬景色とかね、天城越えとかね、いろいろヒット曲お持ちな方ですけれども、この方がね船歌組曲とい う歌、結構長い歌なんですけれども歌っておられるんです。船歌組曲でございます。八代亜紀さんが歌ったお酒はぬるめの勘がいいという、船歌とは全然関係ない歌なんですね。最初は、朝鮮民謡と言っていいんですかね、弁のりというね、弁のりという歌、岡林信康さんも歌ってたかな。はい、ここから始まるんですが、イントロで、何人もの津軽三味線の演奏がありましてね、この朝鮮民謡を歌って途中ね、ソーラン節に変わるんですよ。このね、石川さゆりさんのソーラン節、まあすごいですよ。で会場と一体になってね大盛り上がりになる歌なんですが、
よろしかったら聞いてみてください。多分 YouTube ミュージックでも、YouTube の動画の方でもね、聞くことができると思います。ちなみに芸能人で三味線が上手な人、まあ永山陽子さんもそうですし、帰ってこいよなんていう演歌もありましたよね、三味線使っているね。それから座頭市を演じてらっしゃった勝新太郎さん、確か小唄とか羽唄の三味線の名手だそうでございます。あとは志村けんさんですね。この間若いお嬢さんとお話をして、志村けんさんと言ったら、あのパン君の動物園のっておっしゃってました。まあ普通ドリフターズじゃないのかと思いましたけども、そのくらいね、もうドリフターズも古くなってるんですね。はい。で志村けんさん、晩年はね、舞台やっておられたんですね、コメディのね、バカ殿とかのね。でそういう中で一つのコーナーでね、三味線を弾く、これは大真面目に弾く、そういうコーナーがあったそうでございます。まあ結構真面目に取り組んでらっしゃったようですね。あともう一人は坂本九さん、こちらはね、三味線が上手であったかどうか私きちんとは分かってないんですが、小唄羽唄という三味線音楽をですね、ずいぶんしっかりと若い頃から勉強されてたようで、上を向いて歩こうのあの独特な節回しは、小唄羽唄に起因するのではないかという説がございます。はい。演歌で、三味線はよく使われております。次どんなシチュエーションで使われているか、そうですね、民謡ですね。まあ民謡の伴奏の音楽といえば、まあ三味線とパッと思い浮かぶということになりますが、実はね、そんなに民謡に三味線の伴奏はもともとはついていなかったようでございます。もちろん高橋竹山さんの頃、津軽民謡に三味線の伴奏がついている、そういう楽曲も多かったようですが、民謡の多くはですね、手拍子だけ、または笛、鐘、太鼓と歌という形で歌われている場合が大変多かったようでございます。高橋竹山さんが高名な民謡歌手と戦後タッグを組みまして、さまざまな民謡の大会ですとか民謡のステージ、ラジオ番組、テレビ番組などで、この民謡歌手の方がいろいろと各地の民謡の中からいいものを発見してですね、広めていく、レコードを出すというようなことになっていて、筑山さんはこの方に大変気に入られてずっとその伴奏をされてたんですが、新たに作らなければならないという場合が非常に多くてですね、伴奏を、先生から民謡をよく教わって、一人で山の中に入っていく。で、鳥の声とか動物の声、風の音、いろんなものを聞きながら、構想を練って、よし、こういうふうに伴奏しようというのを決めてから初めて三味線を手に持って伴奏をつけたというようなお話がございました。で、民謡いっぱいありますね、いろんな。私一つ皆さんにぜひ聞いていただきたい民謡がございます。牛深ハイヤ節という民謡です。牛深ハイヤ節、牛深というのは牛という字、もうとなく牛ですね、に浅い深いの深いという字で牛深、これ地名なんです。九州熊本県の、天草市、そう、あの天草四郎で有名な天草市ですね。これの下島、大きい方の島の南の方の漁港、そこの
まあ、町の名前が牛深というんですね。で、ハイヤ節というのは、日本各地にありまして、このハイヤ節がね、おけさ節に変わっていってるものもある。つまり佐渡おけさももともとはハイヤ節からできてるんですが、この日本国中のハイヤ節の、元祖といいますかね、元歌がこの牛深ハイヤ節という有力な説があるんです。民謡のことを調べていてね、たまたまそんな話が出まして、聞いてみたんです。いや大変賑やかでね、アップテンポでね、圧倒されるんです。楽しいんですね。よろしかったら聞いてみてください。少し話横道にそれすぎですね。三味線のシーンに戻ります。まあ年配の方ですと浪曲、別名を何話節と言います。浪曲は一人で語る、まあ私のようなダミ声でですね、独特の節回しで、まあ30分ぐらいの物語を語る、横で、三味線の伴奏がつく、そういう話芸となっております。このね、何話節、浪曲ですね。浪曲出身の歌手と言いますと、まあ古くて申し訳ありませんが、村田秀夫さん、王将ですね、それから南春夫さん、お客様は神様ですの方ですね、それと双葉百合子さん、岸壁の母の方、この3人ぐらいが有名ですかね。民謡出身の歌手の方といえば、まあ代表格、まず三橋美智也さん、お弟子さんの細川隆さん、それからまあ永山陽子さん、何回も名前出します、お綺麗ですから、はい、それから、歌怪獣と言われている島津彩さん、彼女もね、子供の頃民謡大会で優勝しまして、その後子供の頃にねラジオ番組持ってたんですね、民謡のね、九州熊本ですかね。で浪曲ではまあ30分のストーリーなんですけれども、人気者が多かったですかね。国定忠次だとか、清水港、清水次郎長伝、そういえばまあ慣用句で馬鹿は死ななきゃ治らないという言葉ありますよね。これは浪曲の中のこの清水次郎長のお話の中に、古文で森の石松というのがいるんですね。喧嘩っ早くて、まあ、腕は立つんですがバカなんですね。はい。で、この男を表してバカは死ななきゃ治らないと浪曲で歌われたのが慣用句になっているはずでございます。さらにもう一つですね、まあ、これは江戸時代からあったんですが、現代の女性アイドルの元祖という言われる人がいらっしゃいます。これはジャンルとしては娘義太夫と言います。もうここで嫌になっちゃうでしょう。娘義太夫なんじゃそりゃと。義太夫というのは三味線の伴奏に合わせて、語る、まあ物語を語る、まあ浪曲と同じなんですが、節回しは全然違うんですが、その一つの流派でございます。ですから三味線に、の伴奏に乗って物語、まあ男女の恋愛のお話ですとか、それから親子の情愛とかね、そういったものを独特の節回しで歌うように語る、まあ義太夫も含めて、まあ、これは詳しくは後に話しますが、登場人物のセリフを語る、その量が多いんですね。で明治20年に竹本何がしとい う娘義太夫の語り手、これが大変な人気になったんです。もともとね、江戸時代まで、女性が舞台に上がるということを江戸幕府によって禁じられておりましたので、明治時代になって初めて女性がね
舞台で歌を歌ったり、こういう義太夫などの語り物をやったり、まあ浪曲もやってる人いたんでしょうね。で明治20年、明治半ばより少し前ですね、にこの娘義太夫が大流行しましてね、その時に、こう物語がを語られるんですね。そうすると区切りのいいところでどうしたどうしたというふうにこう男性ファンがね声を揃えて掛け声をかける、そういう社会現象があったそうです。そうなんですよ、現在の女性アイドルに対して、その曲の区切りのいいところで、男性ファンが声を揃えて、応援する掛け声をかける、そのルーツ元祖はこの娘義太夫でございます、ね、昔の60年代70年代からアイドルね、まあ松田聖子さんなんかそうでしたね、ファンが揃ってねハッピーまで来たりして鉢巻きしてね、しかも決まったところでみんなでね、SEIKO 聖子とか言ってやってましたよね。慣れてないでしょう、やったことないんです。はい、もちろんそれがモーニング娘。AKB48 乃木坂欅坂、まあその他地下アイドルなどでもね、やられてますし、オタゲーとも言われてますよね。あの男性ファンのパフォーマンスの元祖は明治20年頃の娘義太夫でございます。明治の頃まで遡りました。ここからね、まあ江戸時代の話、そして江戸時代以前のお話、してまいるわけですが、それは高橋竹山物語、そして三味線のお話、その4に続きます。本日も最後まで聞いてくださいまして本当にありがとうございます。それでは失礼いたします。本日は立花龍之介ラジオを聞いてくださいましてありがとうございます。このラジオの内容は立花本人の経験や感想に基づいています。正確な検証をしていないこともあります。どうかご了承ください。今後も気軽で楽しい放送をお送りできるよう努めてまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。